けばわかるよ。おはよう、おはよう、おはよう。おはようございます。例の作ったじゃん。死ねえかいでしょ。ダイオ黙って結婚しちゃった。ほら言われろが。まあ、もうなんか結婚式やったって。結婚式の時よ、意義のある人いませんかって。いや。タメちゃんありがとう。一番だよね。となっております。時計が通る。おい、ハロー、おはよう。おはよう。頑張れや。はい。今日は西熊よ。いや、仕事で来れない。あ、そうね。はい。よし。あんまり寒すぎて、動作せんわけよ。お知らせを申し上げます。ただいま受け、今回ですね、今回から、今年から、第1セクションから入るようになりましたんで、1分おきのスタート後、第1セクションから順に回るようになっております。まずですね、見にくいですか、もうちょっと前詰まっていいですよ。本部が、ここですね。そして第1セクション休みはありませんので、自分の時間、4時間、持ち時間4時間、書いてありますんで、昼休み取られるから取ってもらってもいいですけど、4時間お待ちください。何か質問はございますか。今日はお願い事と連絡事項と合わせて3点ちょっと ありますのでお願いします。まず1000円ずつ上乗せさせてもらいました。でそれはオブザーバーの方々の渡航費、交通費とかですね、日当が設立したいと思います。一応私の方が会長として、上に立ちますけど、補助的に鹿児島の山口さんと、熊本の朝倉さんの方に、服の方についてもらおうかなと思ってます。でこれについては九州選手権、まあ、出場される。ですね、最初にオブザーバーの皆さんへということで、オブザーバーは正しくジャッジすることが必要ですと。で2番目がですね、確認できた行為のみで判断してください。足ついたみたいねとかそういうのなくて必ず。で、まあ、今回あんまり広くないんですけども、できるだけ移動しながら、確実に判定をするようにお願いします。手前に戻った、または一旦通過して逆側から進入した。次ですね。